ペドロ・ゲレーロはドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ドミニカ共和国にスカウト号を持つロサンゼルス・ドジャースに見出され入団。1978年9月22日にメジャーデビュー。50日間に及ぶストライキのためにシーズンが中断、短縮された1981年にレギュラーに定着し、 この年98試合の出場で打率300本類打十二打点48を記録。オールスターにも出場を果たした。この年ドジャースはリーグ優勝を果たしニューヨークヤンキースとのワールドシリーズに進出。このシリーズの最終戦となった第6戦で五打点の活躍でシリーズ MVP に選出された。百八十二年は打率三百四 本類が32、打点100、盗塁22を記録し、チーム史上初の30本類が20盗塁を記録し、シルバースラッガー賞を受賞。1985年6月には月間15本類打のメジャー対記録を達成。この年の33本類打は、ドジャースのロサンゼルス移転後のチーム対記録であった。この年の出塁率、422、長打率、 577はいずれもなリーグ1位であった。1986年は故障でわずか31試合の出場に終わるが、翌1987年に152試合出場で打率338、27本塁が89打点とカムバックを果たし、特に打率は自己最高の記録であった。守備位置は当初はライトが多く、時折内野での起用。 ただし、1983年はほぼサードでの起用。1984年から1985年は、レフトを中心に時折、サードファーストで出場。1988年前半はサードを、主に時折ファーストでの起用であった。当時、ドジャースは、スティーブ・ガービーら、不動の内野人が順に移籍したりと、チーム編成の過渡期にあったため、 ポジションをたびたび変えることとなった。しかし1988年にはシーズン序盤に再び故障し約2ヶ月欠場。ただしこのままチームは勝ち続け、成績の割に有効打が少ないとみなされ、フェルナンド・バレンズエラの故障で先発サワン投手の補強を急務とするチーム事情もあってシーズン中8月16日に、 ジョン・チューダーとのトレードでセントルイス・カージナルスに移籍。この移籍に関しては、カージナルスが4番、ファーストを期待して前年オフに獲得したボブ・ホーナーの不審及び故障が原因にある。このトレードはドジャースにとっては成功し、この年、ワールドチャンピオンとなった。移籍したゲレーロはすぐに4番に座り、ほぼファーストに固定された。翌1989年には、 全162試合に出場して打率311。当時本拠地、ブッシュスタジアムが広かったこともあって17本類なに終わったが117打点を記録。2類だ42はリーグ1位であった。この年、自身5度目のオールスターにも出場した。1990年以後は欠場勝ちとなり。 肩の故障で43試合の出場に終わった1992年を最後に現役を引退。1980年代にメジャーリーグ各チームは、ラテン系、特にドミニカに人材を求めて、スカウト網を巡らせることとなったが、その先駆けとも言える選手がゲレーロであった。ありがとうございます。